お客様、カット終わりましたよ。ヒゲはどうなさいますか。ヒゲは生えてないんでいいです。あのおいくらですか。五千円。おかしい。 絶対におかしい文句言ってやるすいませんいや、いらっしゃいませじゃなくってこれえ寿司頼んでない寿司屋じゃないわよ <laughs> あんたが今こんな頭にしたんじゃないのよ <laughs> 表出たらさみんな私のこと見てたわそりゃ見るよねいい年した女性が角刈りになってんだもん <laughs> <laughs> 私さ すっきりした髪型にしてくださいって言っただけだよねこれじゃあすっきりしすぎじゃないのよどうすんのよ私これからお見合いなのにえ頭にリボンつけたら可愛くなる本当どうかな可愛い,い ゴーリキはやみたい本当。<laughs> <と>おじさんかおばさんかわかんないじゃないのよ <laughs> それこんな歌舞だからつかないじゃないのよもう, <laughs> もうどうすんだよもう。<laughs> 今何時 <laughs> もう時間ないじゃないのよえ？このスマホでなんとかなるこれを目元にこうかしら僕のいた頃のルートで言うと 末端価格三名髪型に寄せようとしないでよもうどうすんのよえメスゴリラみたいふざけんじゃないわよもうい,いどうせ振られるんだからお金返しなさいよ早く早く返しなさいよえお控えなすってとかしてないわよお控えなすってはこうでしょうよ え、私が可愛い？<laughs> ちなみにどこが可愛いですか？髪型？<laughs> ごめんなさい。ちょっといいですか？すみません。すみません。先ほどのものですけれども、来月もゴリラカット予約でお願いします。